ご視聴ありがとうございます。トロピオ大塚です。というわけで今回やっていくのは、ネオ神川人気予約カード完全チェックということでね、ハレリバでですね、発売前にですね、シングルカードの予約販売をね、行ってるんですけども、今回はそのね、予約シングルカードの中でも、特に売れたカードをね、チェックしていきたいと思います。今回なんですけれども、神川、ですね、前回のね、インストラートとかに比べて、予想以上に本当にね、売れ行きが良くてですね、多くのカードがね、もう販売上限まで、予約のね、販売上限まで行ってしまうというね、状況になってしまいました。なので、ちょっとね、ランキングという形では、ちょっとね、不十分というか、不適切かなという思いがありましたので、今回ですね、販売上限まで売れたカードについて、ご紹介していきたいと思います。そしてですね、集計期間なんですけれども、シングルカードの予約が開始した2月8日から2月14日までの集計になりますので、よろしくお願いいたします。予約カードランキングでね、実際どのカードがみんな注目しているのかっていうのをね、ぜひね、見てみてください。というわけで、古本からいっていきたいと思います。古本は販売枚数上限が100枚だったんですが、100枚まで上限まで売れたカードが、まず1つ目、タミヨウの補完ですね。緑1マーでコントロールしてパーマネント1つ対象として、呪言と破壊符の相手2点ライフを得るというカードになってます。以前のね、緑のね、1マーの呪言を与えるとか、そういった呪文に比べると破壊符もついてるし、なんと2点ゲームもできる。しかも、クリーチャーだけじゃなくてパーマネントね対象に取れるということで、今回これはね非常に注目されているカードですね。古本とはちょっとね思えないぐらいのねパワーを持ってるんですが、今回これが100枚売れてるということで、いろんなデッキで使えそうですよね。例えば完成みたいにねワンパンで相手を沈めるデッキだったりとか、そういったね戦闘でね駅コンボを決めるようなデッキにはすごい合ってるカードかと思います。はい、続いては月回路のハッカーです。2マナ21で人数が青1マナで、月回路のハッカーが戦闘ダメージを与えるたび1枚引いてもいいと。でそのターンに月回路のハッカーが戦場に出たのでない限り1枚捨てるということで、人数出たらワンドローで、その後にアタックしたらワンドローワンディスカードというカードになってますね。1マナで非常に軽い忍術で、昔活躍した深き時の忍者に比べると忍術コストが安くてすごいね非常に出しやすいと。本人も2マナということでね、本人2マナっていうのがすごいですよね。深き時の忍者は4マナなんで、令和になってすごいカードパワーが上がったのかなというイメージですが、今回はこの付け替えのハッカーも100枚上限で売れています。そして3枚目ですね。3枚目が鏡柄のカニというカードです。7マナ57で5宝3持っていて、今力で3マナ払ってこの鏡柄のカニを捨てると、呪文や能力のうち1つを対象として3マナを払わないと打ち消すということで、まあ、ちょっとね、マナリークよりもちょっと1マナ重くなってしまったんですが、3マナで、ね、呪文もそして能力も打ち消せるということで、本当に、ね、強力な今力の効果を持っています。特に今力で捨てるとね、相手からの呪文のねカウンターを受けないので、この鏡柄のカニの効果を打ち消すために相手もねカニを使わないといけないみたいなことが起こるんで、非常に厄介なカードかと思います。ということでこのカードも注目されて100枚上限まで売れているという感じになってますね。というわけでこのままねこの3枚です。タミヤの補完と月カエルのハッカーと鏡柄のカニですね。はい、続いてアンコムいってみましょう。アンコムはね10枚のカードが販売上限まで売れています。というわけで1枚目見ていきましょう。1枚目が継ぎはぎ自動機械です。2マナ11で5宝2で、アーティファクト呪文を取れるために11カウンターが乗っていくということで、これね僕がね注目カードでも上げたカードなんですが、まあねアーティファクト主体のデッキだったらどんどんカウンターが乗っていって、もう2ターン目にはね55だったり55とか3ターン目に77もう10とか目指せるぐらいの大きさになれるカードですね。特に鱗神話などねモダンでも結構いいと思いますし、スタンダードの神川ではですねアーティファクトの優秀なカードがいっぱいあるんで、そういったアーティファクトデッキ、青白アーティファクトだったり白赤アーティファクトだったり、そういったデッキでね特に活躍できるカードなんじゃないかなと思います。続いては閑静な中庭ですね。戦場に出るに際しクリーチャータイプ1つを選んで無色マナ加えるのと、その選ばれたタイプのクリーチャー呪文を唱えるためか、そのね能力を起動するためにしか使えない好きな色のマナが出る土地ということで、まあ、新しい部族サポートの土地ですよね。鉄月の領土の実質ね上位互換みたいなカードで、今回ねこのカードも特に注目されて100枚、上限まで売れています。続いては隔離用構築物です。2マナ21でカードを捨てるたびにそのカードをね、追放してもよいと、墓地から追放してもよいと。そしたらこのターンだけそのねプレイできるということで、特にねスタンダードではそこまで活躍するカードではないのかなと思うんですが、捨てる手段が豊富な下環境で、ね、特に活躍できるんじゃないかなと思います。特にですねうつろなものとかを捨てると、まあそのね捨てたカード捨てるたびマナコストが軽くなるので出しやすくなったりとかもするんで、バサオバグダットをですね使うと、うつろなものを捨てつつうつろなものがねその追放領域からタダで出てくるみたいなことが起こるんで、なんかすごいインチキ臭い動きができます。ということで注目されていて、こちらも販売上限まで売れているという感じになります。続いてが現実への渓流ですね。4マナソーサリーでこの呪文を唱えるための追加コストとしてアーティファクトやクリーチャーのうち1つを生贄に下げると。でそうしたらライブラリから装備品や機体であるカードを1枚探して戦場に出してライブラリを切り直すと。でそのマナ総量が生贄に下げられたパーマネントよりも、マナコストが少ないだったら戦術に行うというカードですね。まあ、こちらはね、パロヘロン2みたいなねとても重い機体なんかをねバンって出したりとか、あとはカルデラの完成体みたいなね、巨大な装備品を出したりとか、そういったしたね、マナコストを踏み倒しと手札じゃなくてライブラリーから行えるということで注目されているカードですね。特にちょっとね、スタンダードよりもね、やっぱりこちらパイオニア以下の、環境で注目されているカードになります。続いては、増員された浪人ですね。アーティファクトクリーチャー1マナ2に、そして速攻を持っています。ただし、終了ステップ開始時に増員された浪人をオーナーの手札に戻すということで、一旦攻撃するために1マナ払わないといけないというね、効果を持っていますが、今力で2マナでこいつを捨てるとカード1枚引くという効果を持っています。これね、結構ね、MTGR でやってると赤弾でよく当たったりして、このカードが出てきたりしますね。特にこっちがね、ソーサリータイミングの全体除去みたいな感じで、その赤弾のね、小粒なクリーチャーを一気に流したいと思っても、この増員された浪人の手札に戻っちゃうんで、毎回ね、インスタントの除去がない限りね、アタックできるので、なんていうか、そのラガバンの漆喰を持っているような、そんな感じのイメージのカードでした。相手がね、ブロックが立ててきたら、こいつを捨てることによって、他のカードに変えることができるんで、例えば火力とか相手のね、ライフを直接攻めるカードに変えたりすることもできるんで、見た目以上にね、優秀なカードでしたね。はい、ということでこちらも注目されています。続いては、不可能な発見です。3マナインスタントで、ライブラリの1枚目から5枚見ると。で、そのうちの1枚を追放して、残りを、下に置くと。で、追放されたカードが、2マナ以下のインスタント呪文だったら、それをね、ただで唱えられるということになってます。そうじゃなかったら手札に加えるということで、3マナで5枚見ることができて、目当てのカードを探すことができる。しかもそれがね、安かったらただで唱えることができるということで、結構このカードもね、注目されていて、特に分割カードとか出来事呪文とかのインスタントのね、面が、2マナ以下だったらそれをね、ただで唱えられるっていうのが注目されていますね。例えば、サイコツの巨人とか、厚かましい借り手のインスタントのモードの、踏みつけの2点火力だったり、バウンスモードがこの不可能の発見で打ててしまうというところもね、注目されているポイントかなと思います。はい、続いては、うさぎ電池ですね。1マナ11速攻で、装備しているクリーチャーは、11の修正を受け速攻を持つ乾燥を持っている、カードですね。こちらも、赤のね、ウィニーデッキで、1ターン目の動きとしても申し分ないですし、後々ね、後続を出してきたクリーチャーを速攻を与えてね、しかも攻撃力とかパワーを上げてアタックしていくってこともできるんで、結構ね、これも使われて予想以上にね、厄介なカードでしたね。特に後続のでかいクリーチャーが、速攻を持ってアタックしてくるっていうことを可能にするのがね、ミッドレンジ系のデッキを握っていて、すごいね、厄介でしたね。すごい対処しにくいというか。というわけで、すごい面白い感じのカードかなと思うんでね、こちらもね、皆さん注目しているようですね。はい、続いては巨大な空亀です。7マナ6号、クリーチャーエンチャンと飛行5法2ということで、戦闘能力としては、7マナのね、スペックとしては、そんなもんかなっていう感じなんですけど、コンビキの能力がとても強いですよね。3マナでこの巨大な空亀を捨てると、墓地にあるカードを1枚手札に戻すということで、永遠の勝利みたいな効果を持っていて、で、コンビキ2マナでクリーチャーね、バウンスすることができるということで、そういった、汎用性の高さというか柔軟性の高さがすごい評価されているという印象ですね。他にはですね、往診の贈り物デッキ、パイオニアの往診の贈り物デッキでこいつを捨てながら往診の贈り物でね、蘇らせるみたいなね、最後までチョコたっぷりな方法でね、活用することもね、編み出されているんで、そういった意味でかなり注目されているといったカードになってますね。はい、続いてが銀系の達人です。青黒2マナで22。で、忍術で2マナで。で、こいつは本人、言ってしまえば、忍者のロードみたいな能力を持ってますね。忍術コストが1マナ軽くなって、しかもこれじゃない、忍者やならず者のパワー叩くんですが、いちいち上がるということで、結構忍者とかならず者って結構厄介なクリーチャーというか、瞬足が出てきたりとかね、相手に予期しないタイミングで出すことができるんですけど、一体一体は小粒であることが多いので、こういったロードクリーチャーで、面展開して攻めることができるっていうのね、非常に厄介なカードかなと思いますんで、注目されていますね。ならず者の忍者デッキだったらぜひ、4枚フル投入していたいっていうね、カードになりますね。で、続いてが、有能な整備士です。白1マナ21で、こいつはパワーが2大きいかのように機体に登場できるということで、1マナ21のクリーチャーというだけで白 B にとってはね、本当に9大点というか、そういった感じのカードなんですけども、それプラス大きい機体にも乗れると、パワーがね、2大きくなって登場できるってことなんで、実質登場4まででいけるってことで、登場4のカードといったらやっぱりね、エシカの戦車かなと思います。このね、誘導整備士1枚でエシカの戦車に乗ることができる。そして、ネコトークをアタックさせながら数も増やすことができるということでね、ミドシルのね、そういったね、デッキもね、ミッドレンジみたいなデッキもね、結構これから流行ってくるかもしれませんね。はい、というわけでこの10枚が今回ね、販売枚数上限まで売れているということで、継ぎはぎ自動機械、完成な中には隔離用構築物、現実での渓流、増員された浪人、不可能の発見、うさぎ電池、巨大な空亀、銀系の達人、有能な遊び師ということで、もう結構大量に今回ね、コモンアンコモンが本当に注目されているとか、強力なセットになっているのかなと思います。じゃあ続いてレアいってみましょう。レアはですね、とりあえず、トップ5はね、ちょっとつけることができたんで、ご紹介していきたいと思います。まず第5位が轟く雷獣というカード。このカードは4マナ33速攻で、攻撃するたびにあなたがコントロールしているクリーチャー1体対象として、それの上にプラス1カウンターを置くと。でその後、轟く雷獣は各対戦相手に X 点のダメージを与えます。でその X 点はあなたがコントロールしている改善善されていて、これでないクリーチャーの数に等しいということになってます。改善されているクリーチャーっていうのは装備品がついていたり、何らかのカウンターが乗っていたり、自分がコントロールするオーラがついていたりするカードを改善されているクリーチャーと呼ぶんですけれども、トルーク雷獣の効果で隣のクリーチャーを強化しながら改善されているクリーチャーにできるんで、ダメージを飛ばすことも結構容易ですし、あと4マナでちょっと33っていうスタッツは今のねスタンダードではちょっと小さいかなっていうイメージはあるんですが、そこを持ってるのでそのテンポを取り返すことができるというところでね、かなりねポイントが高いのかなと思います。はい、というわけで続いて第4位です。第4位はメイドあかりの更新です。販売枚数は108枚です。こちらは X 白のコストを持っていてインスタントカードになりまして、この呪文を唱えるための追加コストとして、手札にある喉の枚数の白のカードを追放してもよいと。でこの呪文を唱えるためのコストは、追放されたカード1枚につき2マナ少なくなるということで、1枚追放したら2マナ軽くなって、2枚手札を追放したら4マナ軽くなるという感じになっています。でその肝心の効果なんですが、アーティファクトやクリーチャーやエンチャントのうちマナコストが X 以下である1つを対象としてそれを追放するということで、結構対象取れる範囲も広いですし、結構ね軽いカードだったら結構マナコストも全然払わずに追放することができてしまうので、注目されている1枚かなと思います。特にねやっぱり軽いカードが多く使える、下環境モダンやレガシーヴィンテージなどで注目されているカードですね。特に今だとその虹色の終焉とねどっちを優先するかみたいなところもありと思います。虹色の終焉はソーサリーであることがネックなんですが、こちらインスタントということでどっちがいいかなみたいな感じで今ね結構多くの人が研究されているんじゃないでしょうか。というわけで第4位はメイドあかりの更新です。続いて販売枚数第3位です。レアの第3位は、天井都市大田原です。販売枚数118枚ということで、こちら上限まで売れています。こちらの効果はですね、青の、根力突ということで4マナでねアーティファクトやクリーチャーやエンチャントやプレインズウォーカーのうち1つを対象としてそれをバウンスすると。で伝説のクリーチャー1点につきこのコストはね1下がりますよということで、かなりねスタンダードでは結構ね根力突の中でも特に注目されているカードかなと思います。一番注目されているのはボスエージだと思うんですけども、ボスエージはスタンダードではねやっぱりマナ加速効果っていうのが結構ネックになってくるので、実はそんなに枚数は入らないのかなというイメージなんですが、この大田原のバウンスっていう能力はやっぱりスタンダードでは結構ねマナコストを大きく払って動くことも多いんでテンポを取りやすいんで、このオートアラの方がスタンダードでは使いやすいのかなというイメージがあります。ということで第3位はオートアラでした。続いて第2位ですね。第2位は広告の地栄冠城です。こちらの販売枚数は120枚ということで、白の根力投資になります。3マナでこいつを捨てると攻撃クリーチャーブロッククリーチャーのうち1体対象としてそれに4点ダメージを与えると。で伝説のクリーチャーがいると1マナ少なくなりますよということで、白ミニがね今ねスタンダードでは結構流行っているというか、結構強力な選択肢の一つかなと思いますので、特にスタンダードの白ウィニーはエーデリンとかサリアみたいな伝説のクリーチャーがよく採用されているので、2マナ1マナで打つことも結構容易なのかなというイメージです。しかもねやっぱクリーチャー主体でね、ぶつかり合うのがねスタンダードなんで、やっぱこの4点ダメージで相手のクリーチャーを除去できる、特に白っていうのは除去をね取りづらい、カラーでもあるんで、そういったね相手の厄介なクリーチャーを攻撃してきたタイミングでね打ち取ることができるということで非常に便利な土地となっています。ということで2位は栄冠城でした。そして1位です。販売枚数1位は耐え抜くものボセージですね。こちら販売枚数は128枚ということで、先ほどねスタンダードではちょっと使いにくいかなという話はしたんですが、それはねスタンダードだけの話なんで、パイオニアモダンレガシーヴィンテージ全体で見たらやっぱりねこのボセージアーティファクトエンチャントされて、しかもカウンターされない能力ということでね非常に注目されていると思います。しかもそのコストも2マナっていう軽さ、下環境ではねやっぱりちょっとマナコスト大きいと敬遠されがちなんですが、2マナでねすごく使いやすいし、しかも伝説のクリーチャーがいたら実質1マナということで、本当にね下環境になると血染めの月とか空の杯三なる宝球とか、あと墓堀の折安らかなる眠りとかね、いろいろ本当にねエンチャントアーティファクトの対策カードっていうのは非常に豊富にあるんで、それらをねこの土地カードで触れてしまうっていうねやっぱ多くのねマジックプレイを驚かせたのかなと思います。ということで第1位は耐え抜くものボセージでした。はい、じゃあそしてですねシンワレア行ってみましょう。シンワレアもね結構シンワレア自体がちょっとね販売枚数とか予約で販売できる枚数がちょっと限られてるんで、結構ね上限まで売れてしまったカードは多いんですが、紹介していきましょう。まず1枚目が発展の暴君ジン・ギタクシャスです。販売枚数49枚ということで、こちら7マナ55でアーティファクトインスタントソーサリーである呪文となるたびにそれをコピーできると。でこれは毎ターン1回しか誘発しませんよという能力もあるんですが、対戦相手がそのねアーティファクトインスタントソーサリー唱えるとその呪文を1回だけ打ち消すことができると。相手はねめちゃくちゃ苦しくなるし、こっちはめちゃくちゃアドバンテージが取れるということで、本当にね出したら勝ちにつながるようなカードですよね。特にこいつを除去するためにインスタントソーサリー使ったらそれがね打ち消されてしまうということなんで、こいつをね除去するために2枚のカードを使わなければいけないというのは本当に厄介なカードだと思います。放置したらねとんでもないアドバンテージがどんどん広がっていくんで絶望しかないですよね。他にもですね統率者とかでもかなりね服用というかワルスができそうなカードなんでね、こちらも僕ねぜひデッキを組んでみたいかなと思ってます。はい、続いては、燃え立つ虎アツシです。4マナ44の飛行トランプのドラゴンスピリット。でこいつが死亡した時にライブラリの一番上にあるカード2枚通報して、次のあなたのターン終了までそれらのカードをプレイしても良いを選ぶか、高物特訓3つを生成するを選ぶか、どっちかを選ぶことができます。まあ、こいつをね、サクリファイすることによってとんでもないマナジャンプをすることもできますし、手札がね足りなかったらそれらをねアドバンテージつなげることができますしということで、こいつ自身が4マナですごく使いやすいのもね結構大きなポイントかなと思います。ラクロスサクリファイスなんかできるね、特にね重宝されるカードなのかなと思っています。はい、続いて真夜中の空順次です。5マナ55飛行威迫で、死亡した時に以下から1つ選ぶということで、1つ目が各対戦相手はカードを2枚捨てて2点のナイフを失うと。でもう1つが墓地にあってドラゴンでないクリーチャー1体対象としてそれを、戦場に戻すということですね。こちらは、自分がライフを2点失うことになりますが、死んでも他のクリーチャーをねリアニメートすることができるということで、まあ、ドラゴン以外になるんで、まあ、グリセルブランドとかね、まあ、他にもね釣り上げてね強力なクリーチャーって、ね、いっぱいいるんで、そういったカードたちをリアニメートするために、まあスタンドでも全然ね5マナ55飛行威迫っていうねパースタッツがねとても、頼りになりますし、逃走者戦とかでもですね、リアニメートするのにとてもね重宝するカードかなと思います。はい、続いては、月の賢者の容姿なしです。3マナ3人で伝説のクリーチャーネズミ忍者ですね。で忍術が4マナで、こいつが戦闘ダメージを与えるために、各プレイヤーのライブラリを1枚目めくって追放すると。でそれらを1枚プレイしても良いんですが、それをね唱えるためにはマナコストを支払うんではなくて、ライフを支払わなければいけないという感じのカードですね。だから相手のねブレインストームとかをねこうやってパクれたらね、まあ、1マナで相手ブレインストーム打ったりとか、あとは自分のね強力なカードをね、マナコスト払わずに唱えてどのテンポを取っていくとか、そういったこともできるんで幅広いね悪さのね用途があるのかなといったカードですね。まあ、こちらも統率者でも結構注目されているカードかなと思います。はい、続いては鬼の刃です。2マナ31アーティファクトクリーチャー、まあそう感想を持っているクリーチャーですね。でこいつは威迫を持っていて、装備しているクリーチャーは基本のパワーとタフネスが55になって威迫を持ってで黒のデーモンになると。で乾燥の、コストは4マナですよということで、もともとねこいつ自身も2マナ31威迫ということでね、黒のウィニーデッキだったらね申し分ない、能力を持ってるのかなと思いますし、後半ね殴れなくなってきたクリーチャーに、こいつをつけて、まあ、殴っていくっていうのも全然ありかなと思います。どっちのね使い方もできますし、あとはねプラス1カウンターとかも相性がいいので、アーティファクトをね改善していくデッキなんかでもいいんじゃないでしょうか。じゃあ続いていきましょう。続いては西の木の小玉です。3マナ33到達で、あなたがコントロールしていて改善されている全てのクリーチャーはトランプルを持ちます。で改善されているクリーチャーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびにこの土地カードをタップ状態にバネがすことができるということで、まあね改善されているクリーチャープラス1カウンターどんどん乗っていっても相手にねちょっとチャンプブロックで時間稼ぎされてしまったらねちょっともったいないんで、この小玉がいればそれらをね貫通して相手にダメージを与えることができると。でさらにマナを伸ばすことができるんで、どんどんね大きいクリーチャーを連打できるということでね、注目されているカードかなと思います。まあもともとね3マナ33到達っていうのもね結構悪くないかなと思うんで、まあぜひね改善とかプラス1カウンターとか、装備品オーラをね活用するデッキでいいんじゃないでしょうか。まあエンチャントレスとかでねたりねすることもありますね。それ続いてが夜明けの空青です。5マナ54飛行警戒、死んだ時にライブラリから7枚見て、その中で土地でない望む枚数のパーマネントカードをマナ総量の合計が4以下になるように戦場に出すことができると。もう一つがコントロールしていてクリーチャーや機体である各パーマネントの上に11カウンターを2個置くということで、まあ、すごいですねこれね。この並びしていて青が死んだら全員にプラス1カウンターが乗っていくということで、まあ、実質ね、まあ、踏み鳴らしレベルのね強化がすることができるということもありますし、あとは、青が死んでしまってで場にねクリーチャーとかが全然いないってなったら上の効果を使ってまたねそのパーマネントというかクリーチャーの展開をやり直すみたいな動きもできるんで、結構ね面白い能力を持っているというか先制維持にねすごい役立つ能力を持っていますよね。ということでこちらも注目されているカードになります。はい、というわけで今回はね、神が輝く世界、人気誘惑カードをね、チェックしていきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもね、注目しているカード、今回ね、ランキング入っていたか、ぜひ注目してください。で、今回ですね、ちょっとあまりにも予約段階で売り切れが多くて、ちょっと手に入れられないんじゃないかなって思う方も多いとは思うんですけど、そこは安心してください。そしたら予約段階での、売り切れっていう、販売枚数の条件まで達してしまったということなので、実際に発売日になったらね、しっかりね、在庫ラインナップ揃えて、皆さんがね、手に届くように、在庫揃えていきたいと思いますんで、ぜひ発売日になったら、ハレルヤでご購入よろしくお願いします。お願いいたします。またですねまだまだ予約シングルカード、他のカードもね受け付けておりますんで、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。というわけでこの動画ためになった、参考になったよという方はぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロフィーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。